はいどうも、なおちんです。今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。よろしくお願いします。今日はね、買いました、ついに買いました。これを買っちゃったのよ。あのね、これなかなか売ってなくって、1月のね、28日発売予定だったの。でも、熊本で発見したのが1月の31日、ようやく発見した。もう急いでね、家から30分、いや40分かかるな。蔦屋まで車で急いだもんね。で、これの、これだね。これ。暴走輪廻が当たるコイン。これをもらえるっていうコードを今日はやりたいと思います。入力しました。はい。で、これでどうすんの？ご褒美？あ、郵便か。郵便から受け取るの？来たー、来たー、来たよ。暴走輪廻コイン、これ何が当たるんだろうね。なんかコロコロの読者妖怪みたいなのが当たるみたいにも書いてあったんだよね。何が当たるんだろうね。あった、暴走輪廻コイン。ほう、ほほう、暴走輪廻が当たりで、あ、ベニマルと牽制バージョンのベニマルか。あ、両方いいわ、両方いい。うん、勇ましのアタッカーはむちゃくちゃ欲しかったんで、これはいいよ、これはいい。よし。あ、でもね、なんか S ランクとか A ランクとかもあるから要注意な気はするよ。いや、 C ランクとか全然いらんからね。全然ウィスパーとか出た時も泣くよ、マジ泣くよ。アイテム、あ、まあまあ、アイテムだったらば、まあ、スキル秘伝書ぐらいは欲しいかな。でも、いや、そんなんじゃないんだわ。そんなんじゃないの。うん。アタッカーの、暴走輪廻、もしくは、ベニマル、牽制バージョンでも、OK。これを、狙います。狙うよ。いきます。お願い。本当お願い。本当にお願い。もう4回ぐらい言うけど、頼むよ。いきます。このままね、画面を見ずに、このテレビカメラ、テレビカメラじゃねえな、このカメラの、画面に映ってる後ろのテレビ画面を見ときます。いきます。来い。え、回してない、回しなかった、ごめんね。いくよ、いくよ。